日本語能力試験。これから N4 の懲戒試験を始めます。メモを取ってもいいです。問題用紙を開けてください。問題1。問題1では、まず、 質問を聞いてください。それから話を聞いて問題用紙の1から4の中から一番いいものを一つ選んでください。では練習しましょう。 例女の人と男の人が話しています男の人はこれからどこに行きますかねえ私忙しいから黒の散歩に行ってきてくれないいいよじゃあ公園まで行ってくるあちょっと待ってその前にスーパーでお肉を買ってきてくれるはいはいじゃあ行く途中で 郵便局に行こうかな。はがきを出すから。それならスーパーで出せば、ポストがあったと思う。あ、そう。じゃあ、そうする。男の人は、これからどこに行きますか一番いいものは、二番です。回答用紙の 問題1の例のところを見てください。一番いいものは2番ですから答えはこのように書きます。では始めます。1番。1> 女の人と男の人が話しています。二人は 夏休みにどこへ行きますか？今週の土曜日どこか行こうよ。いいね。海はどう？海はちょっと泳ぐのはあまり好きじゃないからそう。じゃあ山は？山の上から綺麗な景色を見ると気持ちいいよ。桜山がいいな。 うーん、登るの大変そう。映画館とかデパートとか、涼しいところにしようよ。でも、桜山は全然高くないから、疲れないよ。山の中は結構涼しいし。そうなんだ。じゃあ、そこへ行こう。<noise> 二人は。 夏休みにどこへ行きがしています学生は明日何を持ってきますか 先生、明日のスピーチ大会は話すことを覚えなければなりませんかその方がいいですが、書いた文を見ながら話してもいいですよ。わかりました。じゃあ、心配だから紙を持っていきます。それから、写真を使ってもいいですか私が撮った鳥の写真です。ええ、いいですよ。 パソコンで見せてもいいですかいいえ、パソコンは使えませんでも、写真だと小さいですからじゃあ、写真を大きくコピーしたものを使ってくださいわかりました学生は明日何を持ってきますか 3番女の人と男の人が話しています2人はいつどこで会いますか明日1時に駅の東口でしたよねはいあのすみません朝ちょっと用事ができてしまって間に合わないかもしれませんそうですかじゃあ1時間遅くしますか いいですかそれから東口より西口の方が近いので場所も変えてもらえませんかいいですよじゃあそうしましょうすみません二人はいつどこで会いますか 4番。男の人と女の人が話しています。二人は何を買いますか先生の誕生日に何かあげませんかいいですね。毎日使ってもらえるものがいいですね。ええ。グラスやお皿はどうですかそうですね。でもできれば使っているのを見たいですよね。じゃあ。 ハンカチとか、ネクタイとか。ああ、いいですね。先生、いつも青いのをしているから、赤いのを買いませんかええ、そうしましょう。二人は何を買いますか 5番？男の人と女の人が話しています。男の人は明日どんな服を着ていきますか？ねえ、明日のパーティーだけど、どんな服を着ていけばいいかな？そうね。明日もすごく暑そう。だから、ネクタイはなくてもいいんじゃない？そうだね。クールビズだからね。じゃあ。 上着も着なくていいかな。それはどうかな。初めて会う人が多いんでしょう。上着は着て行った方がいいと思うよ。そうか。じゃあそうするよ。男の人は明日どんな服を着ていきますか。 6番女の人が話しています女の人はどの写真を撮りましたかこれは去年の4月に撮った写真です川のそばにたくさんの桜が咲いていてとても綺麗でした川の向こう側には小さな黄色い花も咲いていましたそして 遠くにはままだ雪が残っている山もあります。一枚の写真から春と冬の二つの季節が感じられてとても好きな一枚です女の人はどの写真を撮りましたか 7番？女の人と男の人が話しています。女の人はアルバイト代をもらったらどうしますか？かねえ。もうすぐアルバイト代がもらえるよね。何に使う？僕は新しい靴を買うつもり。山田さんはギター教室に通うのうん、ギター習いたいんだけどね。でもその前に旅行がしたくて。 旅行そう自転車で九州を回りたいと思ってでも自転車を持ってないのよそうなんだ古いのでよければ家に1台あるけどありがとうでも買いたいのがあるのよそうなんだ女の人はアルバイト代をもらったらどうしますか 8番男の人と女の人が話しています2人はこれからどうしますか先に美術館に行くそれかお昼ご飯にする美術館に行こうよ午後は混みそうだからそうだねあしまった部屋に置いてきてしまったえ何を 美術館が100円安くなる割引券、ホテルに置いてあったんだよそうなんだ残念。ああそこは駅の中に案内所があったじゃないああ、昨日最初に行ったところあそこならありそうちょっと戻るけど行ってみよう二人は。 これからどうしますか問題2問題2ではまず質問を聞いてくださいその後 問題用紙を見てください。読む時間があります。それから話を聞いて、問題用紙の1から4の中から、一番良いものを一つ選んでください。では、練習しましょう。 例男の人と女の人が話しています男の人はピアノを何年間習いましたか山田さんはピアノが上手ですねい,いえいえ昔ちょっと習っていただけですどれくらい習っていたんですか小学校の六年間と 中学が2年までです。勉強が忙しくなってやめました。そうですか。田中さんは何か習いましたか僕もピアノを習っていました。小学校の時、3年間ですが。そうですか。スポーツも音楽もできるんですね。男の人は ピアノを何年間習いましたか。一番いいものは二番です。回答用紙の問題二の例のところを見てください。一番いいものは二番ですから。答えはこのように書きます。では始めます。 一番。男の人と女の人が話しています。男の人は。どうして花見に参加しませんでしたか。お花見はどうだった。すごく綺麗だったよ。ジョンさんは仕事だったの。いや。春は外にいると具合が悪くなるんだ。 目ととか鼻とか。鼻は好きなんだけどああ花粉症か大変だねうん桜を見ながらみんなとおいしいワインを飲みたかったなあ男の人はどうして花見に参加しませんでしたか 2番 2> 男の人と女の人が話しています2人は友達の誕生日パーティーをいつしますかもうすぐマリアさんの誕生日ですねみんなでパーティーをしませんかそうですね誕生日が今週の水曜日ですから その日の夜はどうですかでも木曜日に試験がありますよ試験のあとの方がいいと思いますじゃあ金曜日の夜はどうですかいいですね土曜日は学校も休みですしじゃあみんなに招待のメールを送っておきますね二人は。 友達の誕生日パーティーをいつしますか3番電話で男の人と女の人が話しています。男の人はどうして遅れますか ごめん、20分くらい遅れそう。えー、また寝坊しちゃったの違うよ。事故があったみたいで、電車が止まってしまって。バスに乗り換えたら、もっと時間がかかりそうだし。じゃあ仕方がないね。でもなるべく急いで、みんなを待たせちゃうから。うん。あ、それから今日のチケットは忘れていないでしょうね。もちろん。 よかった。じゃあまた後で。男の人はどうして遅れますか四番 女の人が話しています。女の人は最近どのくらい妹と喧嘩をしますか私には妹が二人います。みんなとても仲がいいですが、小さい頃はよく喧嘩もしました。時々妹を泣かせてしまい、母に叱られました。 大人になってからは喧嘩をすることはほとんどなくなりましたが一緒に遊んだり話をしたりする時間も随分と減りましたいつも一緒に過ごしていた子どもの頃を思い出してちょっと寂しくなります「女の人は最近どのくらい妹と喧嘩をしますか?」。 番。男の留学生と女の留学生が話しています。男の留学生は大学で何を研究していますかこの映画、見たことある日本の映画ああ、アニメね。知らない。文学部の先生が紹介してくれたんだ。 すごく良かったよへえ私は日本語の勉強のためによくドラマを見るけどアニメはあまり見てないな僕は研究しているから毎日見ているよそうなんだじゃあ今度いいのを教えてうんじゃあ僕には面白いドラマを教えてわかった 男の留学生は、大学で何を研究していますか6番女の人と男の人が話しています。男の人は、明日何時に家を出ますか 明日は何時の飛行機？七時。家は何時ごろに出るの？お土産を買いたいから六時には空港に着きたいな。バスで四十分くらいだから五時に出ようかな。いやー夕方は混むから一時間はかかるよ。そう。じゃあ三十分早くして四時半に出るか。うん。 5時でも飛行機には間に合うけどねお土産をゆっくり探すならそのほうがいいよ男の人は明日何時に家を出ますか 7番、男の学生と女の学生が話しています。女の学生は何曜日が休みだと言っていますか最近すごく忙しそうだね。レストランのアルバイトうんうん。あのアルバイトは月曜日と土曜日だけ。じゃあ なんで今田中先生のお仕事を手伝うアルバイトをしているの大学へ行く日は全部だから水曜日以外へえじゃあ日曜日と水曜日しかゆっくりできないねうん、うん、日曜日も朝から晩までレポートを書いているでも今は週に1日休めたらいいよそう 女の学生は何曜日が休みだと言っていますか問題3問題3では絵を見ながら質問を聞いてください 矢印の人は何と言いますか ?1 から3の中から一番いいものを一つ選んでくださいでは練習しましょうれ 急に雨が降って困りました。何と言いますか 1. 雨が降ってくれました。2, 2. 雨は降ってしまいました。3. 雨に降られました。一番いいものは3番です。回答用紙の問題3の 例のところを見てください。一番いいものは三番ですから。答えはこのように書きます。では始めます。一番レストランで働いています。客に料理を出します。 何と言いますか。一。かしこまりました。二。お待たせしました。三。ごめんください。二番。友達の誕生日です。 プレゼントをあげます。何と言いますか。一。誕生日。おめでとう。二。誕生日。どうぞ。三。誕生日。よろしく。三番。 友達が物を探しています。何と言いますか？一、お大事に。二、頑張ってください。三、どうしたんですか？四番。 子供が猫をいいじめていまなんと言いますか ?1 そんなことをしなければならないよ 2, 2そんなことをしてはいけないよ3そんなことをしないようになるよ 5番雨が降りそうです。何と言いますか1傘を持ちませんか 2, 2傘を持って行った方がいいですよ。3傘を持たないで出かけます。 問題4問題4では絵などがありません。まず文を聞いてください。それからその返事を聞いて1から3の中から一番いいものを一つ選んでください。では 練習しましょう。0。そろそろ失礼します。1。1> あ、そろそろ失礼ですね。2>, 2。またいらっしゃってくださいね。3。そうですね。お待たせしました。 一番いいものは、二番です。回答用紙の。問題四の。例のところを見てください。一番いいものは。二番ですから。答えは。このように書きます。では。始めます。 1> 1番おいしいラーメン屋を探しているんですが1いいですねいってらっしゃい。ラーメンならいい店がありますよ。3大変ですね頑張ってください。 2番、「お母さんはお元気ですか?」「1」「どうもお元気です」「2」「はいこちらこそ」「3」「ええおかげさまで」「三番。 図書館にまだ本を返していないんですか。一、いえ、もう返します。二、いえ、返しました。三、ええ、今返しています。四番。 昨日の映画はどうでしたか 1, 1うーんそんなに面白くありませんでした 2, 2すみませんあまりよく知らないんです3はい友達と見に行きました。 5番このバス大学に行くかなぁ 1, 1さあ私は分かっていません 2, 2ええわかっています3うーんわかりません 6番？急にお邪魔してすみません。1。いえ、どうぞお上がりください。2>, 2。いえいえ、邪魔じゃないです。3。そうですね。それはいけませんね。 7番、どうして日本へいらっしゃったんですか1、日本の文化を学ぶために来ました2、だから経済を勉強しています3、もちろん日本のアニメを見たいです 8番何か質問はありますか1い,いえ特にありません。2 2> えっとまだ決めていません。<3 S 2> はい何でも聞いてください。 これで、懲戒試験を終わります。